ごめん。むせた。はい。てなわけで今回もやっていくんですが、そうですね。今回は、七瀬がいませんので、特にこの選択肢、選ばずに次の日で、もう一個次の選択肢かな、多分。まあ、そっか。もうルートインになっちゃうのか、これで。意外と早かったね。意外と早かった。いや、早くはないか。多分選択肢を追ってて、何個くらい七瀬のまた選択肢あったかな。でも9個か10個くらいになってるんじゃないかなと思いますが。まあ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 。これでとりあえずルートインして、あとはもう、なんて言うんだろう。純子先輩のところを経由してって感じになるのかな、また。ですので、まあまた、とりあえずそのラストの選択肢見てルートインのところ行ってみましょうか。よし。二つ目だね。二つ目？まあ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 、本編入っての二つ目かな。ではでは行きましょう。ルートイン。それは旅行も終わりに近づいた日のこと。一年生の三人が浜辺に建てられたパラソルの下で休憩していた時だった。少し離れたところで、ひなと綾に引っ張られていた蓮がビーチバレーに付き合っている様子を七瀬が膝を抱えて眺めている。そんな拗ねた顔してないで、混ざってきたらいいじゃないですか。そうすればちょうど2対2になりますよ。疲れてるから無理。というか、今日はもうあんま動きたくない。あと別に拗ねてないから。七瀬はさっきまでリコと一緒にシュノーケリングを楽しんでいたけれど、それほど体力がある方ではない。今ビーチバレーに混ざればすぐに足腰が立たなくなる自覚があった。ああ、だけど旅行ももう終わりか。あっという間だったな。もうちょっと遊びたい。私はそろそろ疲れたんで帰って寝たい。というかリコは毎日海出てて元気だよね。イクエに至っては水着に着替えてきたものの、今日は荷物盤から一度も動いていない。旅行終わっちゃいますけれど、七瀬はいいんですか？いや、だから今満足したから帰って寝たいって言ったでしょ。そうではなくて、結局蓮先輩と何もありませんでしたねと思って。七瀬が嫌な話をされたと息を詰まらせ、リコが餌に気づいた猫のような反応をする。何もって何、何もって、蓮さんとは普通に遊んでたでしょうが。そうですけど、例えば海の後蓮先輩がシャワー浴びてるところに侵入したり、お風呂でばったり会ったり、寝ているところに潜り込んだりしませんでしたよね。いや、どれも一緒に旅行してるだけじゃそういうのはないでしょ。私はチャンスがあればと思ったんですが、自然にできるタイミングがなかったんですよね。自然にできる。時々蓮さんの方を気にしてると思ったら、そんなこと考えてたのか。実行に移さなくてよかったと七瀬とリコが胸をなで下ろす。ただ何をするかはともかく、意図的に蓮先輩に迫ろう、距離を続けようという意志を七瀬からは感じませんでした。いや、郁恵の言ったプランって偶然ならともかく、自分からやったら完全に知女だし。というか七瀬にそんな風に言ってるけど、郁恵も結局何もしなかった。してないよね。こいつなら見てないところでやりかねない、そんな不安がよぎってしまう。ねえ、結果論ですけれど、お行儀よくしていました。私はどちらかといえば七瀬の恋が成就してほしいと思っていますから。日焼け止めはお行儀良かったんだろうか。まあ見なかったことにしよう。恋って何言ってんの、行く。蓮先輩のこと好きなんでしょ。質問のようでありながら、郁恵は確信して聞いていた。いや、その確かにお世話にはなってるし、いい人だなとは思うけど、あの何人も手を出してはないけど、
出してはないけど、まあね。優しくするだけして自覚がないろくでなしを好きとかそんな。そうだね。ああ、これはあれか、私だけを見てみたいなやつ、独占欲。むしろ私だけを見てくれてると思ったら、同じような相手が何人もいて、特別じゃなかった裏返しと言いますか。うっさいな、この話はもういいでしょ。はい、終わり、別の話。え、それじゃあ次の話をしてもいいんですか。普通に嫌な予感するんだけど、次の話ってどんな感じ。七瀬がそのつもりないなら、私が今夜蓮先輩のところに呼ばいをかけようと思うんですけど。ふざけているわけではなく、郁恵が本気で言っていることが七瀬と莉子には分かってしまった。ちょっと待って、郁恵本気。いや、その顔は本気か。本気、マジで。どんぐらい本気で言ってる。私、常々蓮先輩が初体験の相手になってくれたら嬉しいなと考えてまして、絶対優しくしてくれますよ。常々という言葉の意味を考える七瀬と莉子。思った以上にマジで言ってる感あるし、優しくしてくれそうってのは否定しづらい。でもほら、蓮さん自分の身を大事にしろなんて言って我慢するやつだと思うけど。だから今夜なんです。水着の女子に囲まれた共同生活、おそらく発散もできてないでしょうから、相当溜まっているはずです。私は思い出の一つとして蓮先輩のお手伝いができればそれで満足ですから。まあそっか。蓮パイセンってしれっとした顔してるけど、そうだよね、周り可愛めの女子ばっかで見すぎだもんね。きっと蓮先輩は七瀬の言ったように止めようとしますけれど、そんな先輩を襲ったらどんな恥ずかしそうな顔をするんでしょうかね。想像で悦に浸る郁恵に莉子が素で距離を取る。普段お世話になってる先輩は人がいいから、まず間違いなく雑には扱わない。だっていうのに、その連敗戦が困ったとこを想像してあんな嬉しそうな顔するとか、郁恵ってもしかしなくてもやべえやつなんだな。あんたは楽しいかもしれないけど、蓮さんは間違いなくトラウマになるレベルで気にするから、無理やりはやめてあげて。じゃあ無理やりではなく合意の上ならいいんですね。いやダメでしょ。一瞬合意ならいいのではと考えたけれども、旅行の最後の夜にしでかすことがセーフなわけがなかった。待った、行方は七瀬が連敗戦とうまくいってほしいって言ってたよね。でもその話は七瀬が終わりにしたので、プラン B を。はい、その七瀬の話に戻ります。つかその場合、旅行帰りの空気最悪になるっしょ。純子先輩だけは目を輝かせて詳細を聞きたがるだろうなと思ったけれど、七瀬は口に出さなかった。つか七瀬にうまくいってほしいって言いながらパイセンを襲うっつってる郁恵がマジわかんない。そうですね、私はむしろ蓮先輩の本妻ではなくて愛人くらいの位置がいいんですけれど。待って、なんで。普通は七瀬みたいに自分を一番にしてほしいんじゃないの。もうそれはいくら私が否定しても郁恵と莉子の中ではそうだって決まってることなんだ。一番じゃなくてもいいから、可愛がってくれるときっと嬉しいと思うんですよね。まあごくごく一部わかるとこはある。マジで、七瀬はまともだと思ってたのに。いや、その一番はいいけど、他の誰かが彼女になった後でも付き合い方変わんないといいなみたいな。そう、そういうところですよ。だから七瀬は可愛くて最高ですよね。やっぱり七瀬が一番、私が愛人くらいがいいと思うんです。やべえ、七瀬の言ってることはわかるんだけど、郁恵の言ってることをマジで理解したくない。
不服そうな声を出す郁恵。まあ、プラン B の欠点は、蓮先輩は情の深い人ですから、何かあれば責任は取ろうとしてしまうでしょうね。どういうこと？郁恵がいたずらしても、蓮さんはちゃんと彼女に従るって話でしょう。ああ、まあそうだよね。というか、そこで遊びで済ませる蓮敗戦は見たくないかな。でも、七瀬が本当に蓮先輩のことはただのろくでなしだと思ってるのなら。ああ、はいはい、違います。すごい意識してます。でもなんかこう、もやっとしてるのも本当だから。このままじゃ蓮が郁恵に襲われる。そう思った七瀬は世話になっている先輩のために意地を張るのをやめることにした。いや、去年からさ、割と相談乗ってもらったり、私が親と喧嘩して外ふらついてる時に相手してもらったりしててさ、気にせず私のところに来ればいいって言ったのに、受験勉強の邪魔になるからって来なかった時期の話ですよね。最初は変な人だなって思ったけど、話してるのは割と楽しかったっていうか、蓮さんってほんとこう人をエロい目で見ないっていうか、その辺落ち着いてて、その辺からいいなって思ってて。まあ普段からあんな美人姉妹が一緒にいたら大抵の女子相手には余裕というか慣れるよね。普段から辛い料理を食べていると多少辛いものでも慌てないし驚かない、むしろ余裕みたいなものだろうかとリコは思う。もともただ女慣れしているからだけではない。ここまでは郁恵には話していたし、リコにも隠してはいなかった。蓮さんって優しいんだけどさ、なんかこう見てると不安になるとこがあって。ただここからは誰にも言ったことのない話だ。あの人さ、甘えたり頼ったりした分面倒見てくれるでしょ。そういうところを支えてあげたい？じゃなくて、仲がいい相手にすごい甘いのに、そうじゃない相手を全然気にしてないところがあるっていうか。七瀬もきちんと言葉としてまとまっているわけではない。ただ蓮がただお人よしで優しい人ではなくて、例えば5年間引っ越し続きで友達もいなかった時期だとか、話を聞いただけでしかないけれど、その割り切りに不安を感じることがある。まあそっちの方が私の知ってる昔の蓮敗戦なんだけど、話してみると普通なんだけど、昔から愛想悪くてあんな何考えてんだか分かんない顔して絵描いててさ。そういった意味じゃ昔の蓮は十和子に似てるところがあるなとリコは思う。あー、なるほどな。あー、まあその気にはしてるけど、今すぐ彼女にしてとかそういう感じでもなくて。うん、全然わかんないわ。だよね。とりあえず郁恵はバカなことするのやめなさい。郁恵？話を聞いていた郁恵は七瀬を見つめて息を荒くなるのをこらえていた。はい、わかりました。大丈夫です。ちゃんと七瀬のことを見守っていますね。七瀬は話す相手を間違えた気がしていたけれども、実際自分にとって蓮がどういう相手なのかはよくわからない。入学するまで夜に付き合ってくれていた蓮しか知らなかった時は憧れで済んでいたけれども、先輩として蓮と接して他の面を知った。いやー、ほんと女心を全く理解してない面倒な相手で、三枝先輩たちも不憫だなって思うよ。膝を抱えたまま遠くにいる蓮と日向、あやめを見て七瀬は静かに笑う。あの三人が幼なじみのままでいられるのだから、きっと蓮は七瀬の気持ちや不安に気づいてない。それでも優しくしてくれるのだから余計に困る。なんかムカムカしてきたからちょっとビーチボールぶつけてくる。そう言って七瀬は立ち上がり蓮たちの元へ向かうのだった。
なるほどな。なんか初めてさ、選択肢を選択してから一度もレン君が登場しないお話だったね。てかあんまりさ、こうまあそのなんていうんだ、アナザービューというか、あの別の視点の時があっても、まあ少なくともレン君パートがちょっと入ってくることが多かったのにさ、そのなんていうんだろう、それこそ三枝姉妹のお風呂シーンくらいしかほとんどなかったと思うけど、なんかこうやっぱ1年生たちでこういう話してたんだって思うよね。なるほどな。でもなんかまあ蓮くんあれだね、なんかもう後輩とか先輩とか関係なく、なんか心配になる対象であることには変わらないんだよな。あとまあなんだかんだでやっぱ七瀬もあれだよね、割とまあ面倒見がいいというよりかはなんかこう意外となんだろう、世話焼き、ね、なんて言うんだろう、割と母性的なものを感じる部分は割と多いよね。いやーまあなんか普段はちょっとねこう軽い感じでこうなノリで来るけど、意外とねしっかりやこう詰めてくるよねその辺。あーなるほどなー。じゃあもうちょっとだけ、いきますか。ただちょっと軽くスキップしながら。